稲妻ロックフェスオフィシャル YouTube チャンネルをご覧の皆さんどうも DM レボリューションの西川貴則です今年も、えー、第7回になります「稲妻ロックフェス2015」ということでございまして9月のね19、20日、えー、徐々に徐々に迫ってきてるわけでございますけれども、えー、今の段階で、えー、全てのねライジンステージの方のラインナップが、まあ、終了しているというところでございますけれども。 あのー、本当にあのー「稲妻ロックフェス」っていう、まあ、ロックっていうことがついてるんでみんなこう来たことがない方とか特にね、あのー、が多いと思うんですけども何がロックだよとか、えー、なんか思ってたと違う方向に来てるとかいう方が結構ままいらっしゃると思うんですけどもあのー、鼻から僕そんなつもりでやってなくてですね「えー、稲妻ロックフェス」まあもともと「稲妻」っていうタイトルもそうなんですけどもそのまあ ね、今までどっちかというとこう日陰になってた滋賀県という土地をですね、えー、皆さんが来ていただける土地に変えていく、まあ、そこをこうなんか精神的な部分とか、まあ、気持ちの部分なんか、ね、そこをこうカウンターとして、まあ、稲妻っていう部分もそうなんですけどもそういう,こうマインド的な部分をね えー、表している言葉がロックだというふうに僕には思ってますし、まあ、そういう部分であのそのスピリッツにふさわしい方々が今年もラインナップしてくださっていると思ってますということで、あのガチャガチャ言われようがあの俺が思った通りにやるしかないので、えー、それを楽しんでいただければというふうに思っております。えー、まあねあのこれからまだまだ、えー、風神そして龍神の方のステージのねラインナップも増えてきますし、えー、何よりねまたあの今年は えー、稲妻ロックフェスの全勝イベントという形で、えー、フードグランプリみたいなものもですね8月に行ったりとかしますもう本当に毎年毎年皆さんの意見で成長させていただいているこの稲妻ロックフェス今年も9月の19、20日、えー、クラスマント芝生広場でお待ちしております。ということで会場でお待ちしております。西川でした